第二代ソールズベリー公爵、ジェームズ・ブラウンド・ウィリアム・ガス・コイン・セシルは、イギリスの貴族、政治家。第十四代ダービー伯爵、エドワード・スミス・スタンリーの、内閣で、王子召書や、枢密院議長を務めた。ソールズベリー公爵を相続する1823年までは、クランボーン子爵の儀礼称号で称されていた。区内長官や郵政大臣を務めた初代。 ソールズベリー公爵、ジェームズ・セシルの長男、ジェームズ・ブラウン・ロー・ウリアム・セシルとして生まれる。母親のエミリー・ベアリー・ヒルは、初代ダウンシャー公爵ウィルス・ヒルの娘。イートン・カレッジを経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチで教育を受け、1813年に修士号を取得。1813年から1817年まで、ウェーマスメルカム。 レジス選挙区選出の1817年から就職により貴族院に移る1823年までハートフォード選挙区選出の庶民院議員。第14代ダービー伯爵エドワード・スミス・スタンリーが1852年に組閣した第1次内閣で王子証書、1858年に組閣した第2次内閣で数密院議長となる。また1826年に 数密顧問館に列せられ、1842年にガーター勲章を授けられた。なお彼は、1841年より1868年までミドルセックス州の投函も務めた。1823年6月13日の父、ジェームズ・セシルの死去により、以下の借位を継承したソールズベリーは2回結婚した。一人目の妻、 フランセス・メアリー・ガスコインとは1821年2月2日に結婚した。同年3月22日には直居を得てガスコイン・セシルへ改正した。彼女との間の子供に借位を相続したクランボーン子爵ロバート・アーサー・タルボット・ガスコイン・セシルやジェームズ・メイトランド・バルフォアと結婚し、アーサー・バルフォアを生んだレディ・ブランチ・メアリー・ハリエット・ガスコイン・セシルらがいる。 二人目の妻となった、レディメアリー・キャサリン・サックビルイコール・ウエストは、第五代デラウォー伯爵、ジョージ・サックビルイコール・ウエストの娘で、1847年4月29日に結婚した。彼女との間の子供に、第十代、ギャロウェイ白爵、アラン・スチュアートと結婚した、レディメアリー・アラベラ・アーサー・ガスコイン・セシルラがいる。ありがとうございます。